ホームルーム、思ったより早く終わったな。まだ集合まで時間あるし、どうしよう。小羽ちゃんも私もまだまだ初心者だけど、でも周りには頼りになる先輩がいるから、だからそういう先輩に練習の仕方を聞いて頑張っていけばいいと思うんだ。先輩か。何か悩んでるなら私がよければ相談に乗るわ。そうだ。こんにちは。あら、小羽ちゃん、いらっしゃい。イベントはどうだった？うまくいったかしら。そのことなんですけど、昨日のイベント、私のせいで失敗しちゃったんです。え？私があの時ちゃんと歌えてたら、こんなことにはならなかったのにって思って。そうだったの。私のせいで全部台無しにしちゃって。でも私、これからもみんなと歌いたいから、なんとかしないとって思ってるんです。小羽ちゃん。それに同じ話を友達にしたらアドバイスをくれたんです。先輩に練習の仕方を教わればいいって、そこからたくさん勉強できるからって。うふ、小羽ちゃんには素敵なお友達がいるのね。はい、だからメイコさんに話を聞けたらって思ったんですけど。あら、そう言ってもらえて嬉しいわ。でもお友達には同じチームの先輩に聞いたらって言われたんでしょ。仲間なんだから遠慮する必要はないと思うわ。ほら、ちょうどいいところに先輩が来てくれたみたいよ。え、先輩ってあずさん？あれ、青柳くん、一人で来るなんて珍しいね。ああ、練習前にここのコーヒーが飲みたくなった。ちょうどよかったわ。準備してる間に小羽ちゃんにアドバイスしてくれないかしら。アドバイス？小羽ちゃんが教えてほしいんですって。その昨日みたいな失敗をしないようにって思って、それで練習の仕方を教えてもらえたらなって。そうか。青柳くんはどうやって練習してきたの？練習か。俺は練習よりもとにかく人前で歌うことを意識したな。え、そうなの？ああ、あずさわは初心者と経験者の一番の違いは何だと思う？練習した量じゃないの？それもあるが、俺は本番に挑んだ数だと思ってる。本番に挑んだ数？ああ、技巧や元からの才能で経験者との練習量の差はある程度カバーできる。だが本番に挑んだ数だけは誰にもごまかせない。だから俺はアキトと組む前は飛び込みでライブに参加したり、公演で他のグループが練習してるところに混ぜてもらったり、とにかく人前で歌うという経験を得ようとしたんだ。形はどうであれ人前で歌うのは本番と同じだからな。そうだったんだ。それって私にもできるかな？あずさは次第だろうな。うん、知らない人たちと歌うのは怖いけど、でも私やっぱりあんちゃんとみんなと一緒に歌いたいから、だから頑張ってみる。そうか、その心意気ならきっと大丈夫なはずだ。うん。はーい、ご注文のコーヒーよ。ありがとうございます。そういえば白石も昨日はお前に迷惑をかけたとだいぶ落ち込んでいた。え？だから今の話をしたらきっと喜ぶんじゃないか。そうだったんだ。
も話してみるね。いろいろ教えてくれてありがとう、青柳くん。昨日迷惑かけた上に頼っちゃってごめんね。あずさはチームのためを思って俺に聞いてきたんだろ。それに答えるのはチームメートとして当然のことだ。俺もアキトも4人でこれからも歌っていきたいと思ってるからな。うん、みんなに早く追いついて、ううん、追いつくだけじゃなくてもっと元気が出たみたいでよかったわ。小金ちゃんは校長のおかわりどうかしら。はい、いただきます。